安彦悟は北海道美栄町出身のスキー選手。パラリンピック冬季競技大会における日本人初のクロスカントリースキー ID クラスの銀メダリストである。1998年開催の長野パラリンピックにおいては障害者スポーツの世界最高の舞台であるパラリンピックに初めて距離競技だけが知的障害者のスキー種目のうちに正式採用を認められた。 その日本最初の代表選手6名の中に当時、美深可高度養護学校1年生であった安彦悟がその一人として選ばれた。そして男子5キロ距離競技クラシカル双方において銀メダルを獲得した。知的障害者選手のパラリンピックメダリストは日本初である。このことで文化、 スポーツ等の分野において輝かしい活躍で広く、同民に敬愛され希望と活力を与えているとして1998年5月、北海道知事から栄誉賞が贈呈された。その後の夏季パラリンピック大会において新たに採用された ID クラスバスケットボール種目にスペインチームが12名中20名もの健常者を紛れ込ませて金メダルをさらったことが露見した。 このことから、以後の知的障害者のスポーツ種目は、すべてが国際パラリンピック委員会から排除されてしまった。しかし、パラリンピックへの夢を閉ざされた後も彼は、国内の障害者スポーツ最高の舞台と位置づけられる、ジャパンパラリンピックのクロスカントリースキー大会などにおいて、上位の成績を収める活躍をしている。また、 知的障害者が再び国際パラリンピックの舞台に復帰する日を目指して活動を始めた国際知的障害者スポーツ連盟が開催する知的障害者クロスカントリースキー世界選手権大会に日本代表選手となって上位成績で活躍した。現在は竹内三輪緑化農園、美瑛利センター鈴蘭で稼働しながらスポーツ面では旭川パラレルクラブ、 旭川陸上クラブに所属して、夏季にはマラソンや駅伝など陸上競技にも取り組んでいる。ありがとうございます。